蒸留所でね、ビールを作る、ビールというか、まあなんだろうね、発泡酒とか、発泡酒、この時代に発泡酒か。皆さんこんにちは、柚木シロです。はい、今回もバニッシュやっていきたいと思います。実を言うとね、一人でね、ちまちまとね、バニッシュの方をね、進めさせていただいてね、ついにね、7年目のね、秋となりました。なのでね、だいぶね、町の方がね、発展してきたりね、木がね、妙に成長したりとね、とてもね、変わっております。はい。ということでね、みんなにね、報告することがあって、実を言うとさ、この先に交易所を作る計画を立ててたんだけど、ちょっとね、ここにある交易所の場所をやめて、ここにね、よくよく考えたらね、ここ海というか川かな、があって、ここに設置ができたので、こちらに場所を変えました。なのでね、まだこっちの方がね、みんな通いやすいかなということでね、こちらに変えさせていただきましたよ。はい。あとね、施設の方もさすがにちょっと7年目なので建てないといけないと思って、とりあえず学校、やはりね、これはね、アホがいる村というのはね、非常に危険ですから、皆さんにね、勉強していただいてね、賢い村にしていこうかななんていう計画をね、立てておりますよ。はい。と、あとは診療所、最近ね、ちょっとここの、ログの住民の平均健康度、これがね、ハート2つになってね、非常にみんな健康ではないということでね、診療所の計画もね、立てておりますよ。あ、学校がついにできたぞ、これ。これ学校はどうやって稼働するんやろ。ちょっとこれね、学校、あ、教師か、あ、教師に一人割り当てよ。これであれかね、学生がね、通ってくれるという感じでしょうかね、こちら。はい。あとはね、まあ、施設の方、木こり小屋だったり、まあ、石造りの家、まあ、これは前にも建てたかな。あとね、蒸留所、こちらね、建てさせていただいたんですがね、残念なことにね、こちらでね、蒸留するね、果物がないということでね、何も作れんという状態でございますよ。はい。なのでね、これね、蒸留所でね、ビールを作る、ビールというか、まあなんだろうね、発泡酒とか、発泡酒、この時代に発泡酒か。なのでね、果樹園も1個だけね、ちょっと作ったんだけど、多分果樹園ってさ、木が成長しないと、果物が取れなくて、だから1年、2年、そこらじゃね、成長しないという代物ですよ。多分そう。果樹園ね、1年ぐらいかな、これ。頑張ってね、成長させてるけどね、なかなかね、育たない。果物がね、収穫できないという感じですよ。こちら。あとはまあ、こっちの方にね、山菜小屋？山菜小屋じゃねえわ。違う。全然ちゃうわ、これ。薬草小屋。そう。薬草ね、薬がない。この村にはね、薬が存在しないということでね、なのでね、こちら薬草小屋をね、建てて、まあ隣はね、これずっと建たないね、狩猟小屋。これね、ちまちまとね、建築させていただいておりますよ。あとね、みんなに報告することといえばね、あとはこちらでしょうかね。まあ石切り場前作ったんだけど、石切り場じゃねえ、採石場か、作ったんだけどね、実を言うとね、まだ建ってないんだけどね、ここにね、鉱山、そう。やはりちょっとこのよくよく見たらね、鉄がなかったりね、ログの方で、そう、鉄がね、なくなって、で、鉄って道具を作るときに必要なんだよね。今は52個あるんだけど、一時期ね、ゼロになった時があって、非常に危険だったのでね、ちまちまとね、鉱山計画もね、進んでおりますよ、こちら。いやー、ここら辺もね、石とかね、鉄くずみたいなのが落ちてるからね、まあここでもね、まあちょっと稼げるんだけど、やはりね、鉱山で安定的にこう、鉄を取ってもらうというね、そういう場所をね、計画しておりますよ、私。はい。ということでね、まあ山菜小屋もまあこっちに建てたりとか、あとね、この、すんげえ大活躍してるのはね、このね、これ狩猟小屋だな。木こり小屋がね、どっかここら辺にあるんだけどね、どれだ、これか？このね、木こりがね、大活躍してね、ここら辺の木がね、ファサファサになっとるね、これ。ファサファサに、なっておりますよ、こちら。ということでね、これ7年目の冬と。食材の方はね、だいぶ安定してきて、今ね、備蓄してる食材の数がね、6048とね、非常に安定しております。はい。なのでね、だいぶ安定してきたので、ちょっと人員の方もね、
この労働者っていうのに割り当てないと、あの障害物の撤去とかしてくれなかったり、まあ、簡単な仕事にねちょっとねあのしてくれないらしくってね。なのでねこちらもねちょっと人員を割り振っておりますよ。あとはやはりちょっと秋冬あたりで、まあ、建築を進めてもらうということで、まあ、大工も多め、うん、あとまあ資材というかまあ物資が安定してきているので、まあ、食べ物系山菜漁師狩猟、まあ、こちらちょっと人員を減らしてねやっておりますよ私、はい。あとまあ冬のうちに薪を使うので、まあ、薪割り1人と、あとは木こり小屋が2つあるので、まあ、木こり小屋にも2人割り当てたり、あとはまあ教師、あとこれなんだろう、石のなんかね石を掘る方でしょうか、こちら5人とね割り当てておりますよ、ね、石がね非常になくなっているんですよ。やっぱりねこれ建物を建てるときにね石というのはね非常に必要らしくてね、こちら常にないでございますこちら2回言うたけどねこれ大事なことだからね、2回言わせていただきましたよ、はい。あここもうちょっとしたら道路をつなげようかね。 25% だね公益中、早く公益上立つといいんだけどな。これなかなかねずっとね公益上計画というのがね進んでいない、こちらね悲しいことにね、本当に悲しい。私はずっとねこれを作りたかったんよ。だがしかしこれね立たないというね悲しい感じでしたよ。ちょっとこの辺に道路じゃじゃじゃっといかんねこれちょっとこれここがじゃあなんだこの道路、これなんか曲がるんだな、ここら辺に邪魔くさいものがあるからかな。じゃあねこれね、容赦なくね撤去させていただきますよこちら、ダダダッとねこちらもねトップよし OK これでね立つといいな。あら気づいたらいつの間にかこっち橋が立ってるな。なんかついに完成したなこれ、長かったなここの架け橋もな。本当はここに交易場計画があったんだけどね、よくよく考えたら橋が邪魔でね、行き来できんというね悲しい状況だね今気づいたけどこれなはい、まああと建物がね、まあ、ぼちぼち早く建ってくれるといいんだけど、そうねこれね、あらこれいつの間にかこれ狩猟小屋建ってるな、早いもんだね。あとはここね薬小屋な、薬じゃねえ薬草だ、薬草小屋な、早く建ついいなという感じでね進めていきたいね、まあ、だいぶ今年の冬はね食料がね安定してあるからまあまあ大丈夫でしょうなこちら、どうしようかなこれ村にさ木がちょっと生えすぎてるからさ、これ木もねちょっと撤去するべかねこれ、撤去するべこれこれな急にねなまったりしますな私も、ここら辺なちょっと薪とかにもなるしな、ついでに家も建つしなこれで、これでねタダーンとこれ木材をね回収していただきましょうかね。こちらだいぶ木彫りの方がね活躍しておりますな、こちらすんごいすぐねふわさーってなるからねこれすごいんだよもう、まめにこれねちゃんと手入れをさせていただかんとね、これ村がね気まみれになってしまうというね、非常にそういう状況でございますよこちら。なんだもうよくわからんけどね、この感じで、ね、実況していきたいと思いますよ私は。相変わらずね、この住民の平均健康度、こちらをね早いとこ上げたいね。となるとねやはりこれね、薬草小屋、何にも薬ねえもんなマジで。蒸留所もね多分ねこのビールを作るエールを作ることによって住民の方がね非常にね幸福になるという感じでしょうかね。あとまあこの診療所やはりこれね病気になった時のね診療所ですよ。そういえば学校って通ってる？誰もいねえんだがこれ学生大丈夫かなこの学校。一人割り当てたけどもう人員もったいないことしたかな。帰ってくれるといいな。みんな遠いのかな通学までね、それともあれか学生というか子供がいない村なんでしょうかこちら。どうなんでしょうか私の村7年目ですよ7年目、どうなんだろう。あ、公益上少しずつ進んでるね、早く立つといいな。ずっとねこれ公益上ね
私は夢を見ておりますよ。なかなか立たんな、なかなか立たんなとね、そういう感じね。本当になかなか立たんかったな。あ、そろそろあれだな、道具の備蓄数が減ってきとるな。これ知らねえ、これ一人割り当てるべ。行くべ行くべ。ね、これね、そうだな、鍛冶屋一人、うん、ちょっと道具もね、作ろうか。教師微妙だな。教師をちょっと冬のうちはやめとこう。春ぐらいになったら開校するという感じでね、こちらの学校ねやっていこうか。まあそれまでの間にちょっと建築とかね、材料集めとかできるんだったらね、ガンガンやってもらおうか。やってもらおう、やってもらおう。そうしよう、そうしよう。あと他にね、何建てようかな。まあ大体ね、一個ずつ施設は建ててきたんだけど、必要なものね、他にってなると、牧場とか、果樹園か。やっぱりこれ果樹園もう一個作ってもいいのかな。これね、果樹園作るとね、あれなんだよ、農民？うん。春から冬の間に農民結構ね、今割り当てないといけなくなっててね、果樹園な、今これ梨ここだけだもんな、ちっちゃいんだよなこの畑。もう一個ぐらい建ててもいいかな。どこに建てようかな。じゃあそうなると、まあこっちの方空いてるからね、こっちに建てろやっていう話なんだよね。まあここでもいいかな、ここら辺にちょっとちゃんとね建てようか。 7×7 ぐらい、 7×8、8×7、うん、これぐらいにしよう。ちょっと大きめにしようか。で、ここを一応ね、さくらんぼに設定させていただこうか。うん。これでまあ、春のうちにね、春からまあ、冬までの間にね、ちょっと頑張ってもらおうかね。うん。お、春来た、春来た。じゃあちょっと時間をゆっくりにして、人員を割り振り直そうか。今は結構ね、そうだな、まあ食材がねちょっと安定的なので、まあ、漁師を4人にして、そうだね、農民8人だな、最大8人いくか。大工もちょっと減らして、うん、5人で2人割り当てて、で教師だな、そうだ、教師ついに開校ですよ、こちら。開校させていただきますよ。あと薪はもういらないから、薪は減らして、うん、薪の備蓄はだいぶ520だから、うん、だいぶあるねという感じで、これでねやっていこうか。うん、どうなった、進んでないね、あんまり。ちょっとこれ他にどの計画が進んどるかね。あ、そうだ、ここをねかぼちゃにしようか。そうだそうだ、まあ、毎年同じものを育てるのもちょっとあれだからね、たまに変えていこう。かぼちゃ、かぼちゃのじゃがいも、うん、じゃがいもかな。うん、オッケー。でここは梨でしょ。これだいぶ荒れたな、これ大丈夫かな、育つかな。あとこっちはねさくらんぼ、これでね、これでなんとかね稼働してもらえんからや、こちら。